はい、どうも、MK2 のまっちゃんございます。というわけで、今日5月16日にね、動画を撮ってるんですけども、先ほど発表がありました。乃木坂462期生のね、伊藤純奈さんと渡辺美里亜さんが、乃木坂46を卒業するということでございます。まあ、この動画が上がってる頃にはね、もう皆さん時間が経ってしまってるのかなっていうふうに思うんですけども、まあ今のこのね、撮影してる自分の状況から言うと、まあまだね、その発表をこう見て数時間しか経ってないっていうところがあって、っていう感じに思ってはいるんですけどね。具体的な卒業時期っていうところはまだ決まってないっていうところではあるんですけども、この27枚目シングルの活動をもってね、二人は卒業と。いうことでございます。なので、5月26日開催予定のね、アンダーライブ、アンダラがね、ラストライブということになっております。いやー、正直ですよ。一気に二人同時に卒業発表っていうのは、なんかこう、この時期っていうのもあってなのかわかんないですけどね、すごくこう、ダメージがでかいというか、うわー、マジかーっていう、気持ちが本当に率直な気持ちなんですけどね。一期生のね、卒業がこう、立て続けにあって、まあ二期生でもね、つい最近堀未央奈さんが卒業っていうのもありましたけども、まあここへ来てまた二期生から二人卒業ということで、本格的にこう、世代交代じゃないですけどね、まあ進んでいるんだなっていうところ、改めてこう、実感してくるというかね、そういう風に感じますよね。こういう状況なのでね、なかなかライブだったりとかも、ね、配信っていうのはありますけど、直接会える機会がないっていうのはほとんどね、今の状況だとそういうことばっかりですけども。だからこそね、推しは推せるときに推せってこう、ね、毎回いろんな方が言ってますけども、本当にそういう、こういうきっかけがあると身に染みて改めて感じますよね。今回ラストライブになるアンダラっていうところもね、こう、しっかり見届けたいなっていう風になるでしょうし、最後のライブっていうところもあるのでね、より楽しみになったなっていう風にも感じるんじゃないかなっていう風に思いますよね。純奈さんもミリアさんもね、こう、乃木坂46の中で言うと、すごくね、純奈さんは歌が上手いですし、ミリアさんもね、ダンスが上手くて、こう、パフォーマンス力っていうところで言うと、ものすごくポテンシャルの高い二人っていうのもあるのでね、こう、卒業後もね、すごく活躍してくれるんだろうなっていうふうに思うので、その辺すごく、こう、楽しみだなというふうに思いますね。正直ファンとしてはショックっていうところはありますけど、卒業してからの今後っていうのもね、すごく楽しみではあるのでね、本当に頑張ってほしいなというふうに思いますね。卒業発表を受けてね、動画を撮るってなると、なかなかね、こう、言いたいことが言えないっていうところはあるんですけどね。まあ、結構ね、皆さんもこう、ダメージ負ってる方も多いんじゃないかなというふうに思いますけどね。まあ、これに関しては、いずれ来るものではありますけどね、いざ、実際こう、卒業発表ってなると、やっぱりね、推し面じゃなくてもね、やっぱ、そうなるかっていう、こう、ダメージはでかいなっていうふうに、毎回改めて痛感させられるのでね。まあ、ただね、こう、ネガティブな卒業ではないと思うので、本当に今後頑張ってほしいなという気持ちがね、自分の今の気持ちかなというふうに思いました。はい、というわけでね、皆さん、この、速報を受けてね、どういう風に感じたのかぜひコメントで教えていただければいいなという風に思います。というわけで、この動画が少しでもいいなと思った方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録もしていただけるとありがたいです。というわけで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。どうも、まっちでした。